はい、こんにちは、みちこがれです。毎度ご視聴ありがとうございます。今日もスタミナ太郎やってきました。なんだっけ、16号沼南店、なんて読むんだろう。今日はいつもアホみたいに肉食ってますけど、今日はね、ちょっとあのスタミナ太郎さんがおすすめしてる作っちゃおうってやつですか。なんか いろんな品数が多いじゃないですか。でそれを組み合わせて、いろんなメニューを考案する、の推奨をしてるので、その推奨メニューみたいなものがあるんで、それをちょっと作ってみたりとかしたいと思います。今日は肉控えめで行こうと思います。じゃあ行ってきます。さあ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 、こんにちは、すいません。はい、一人です。はい、ありがとうございます。はい、よいしょ、来た来た来た。これうまそうだね。なるほどね。うどんね。チキンカレーとホルモンうどんと。カルビクッパとか。いこうかな。でカレー振ってきて、
ちょっとすぐ遠くても良かったな。
いやーごちそうさまでした。いやー肉じゃないと食えないね。ちょっと大人の食べ方しましたよ。結構ねおすすめの創作メニューがあって、でそれ通りに作ると結構美味しいです。でもちろん自分でいろいろ組み合わせたりとかね、したりするのも創作メニューとしていいと思います。なので結構ねお子さんとかね結構喜ぶんじゃない、自分でなんかお料理気分になるし。なので、結構創作メニューもおすすめですね。とりあえず肉を食って元を取ろうという考え方で今までやってましたけど、普通に食事するのもいいねと思いました。はい、ということで、スタミナ太郎結局何店って読むのか分かんないですけど16号なんだっけ16号、沼南店なんて読むんだ、に行ってきました。スタミナ太郎全店制覇10年計画、まだまだ食べますよではまた、どっかのスタミナ太郎でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、評価通していただけると幸いです。どうもありがとうございます。さよなら。